今日から始まる AIIB の総会に合わせてこちらには加盟国と地域の旗がずらりと並べられています総会は韓国のリゾート地チェジュ島で開かれています AIIB は現在77の国と地域にまでメンバーを増やしています昨日の夜のレセプションでは AIIB で顧問役を務める鳩山元総理も参加し金立軍総裁と談笑するシーンもありました 日本は運営が不透明だと参加に慎重な姿勢を変えていません。